ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。くそ、結局負けちゃったわ。どうしたんだ霊夢？あ、魔理沙、今アジア大会のサッカー日韓戦を見てたのよ。決勝戦だな。負けたから悔しいのもあるけど、それよりもあの韓国が喜ぶと思うと、さらにムカムカしてきてたのよ。きっと日本をバカにしたように喜んでるはずよ。だが霊夢、韓国ではこの優勝を思ったより喜んでないみたいだぞ。どういうこと？そんなことないわよ。あいつら目の敵にしている日本に勝ったんだから、お祭り並みに騒ぎまくってるはずよ。ああ、普通ならそう思うだろ。だけど今回は韓国は結構冷ややかに見てるみたいだぞ。そうなの？ああ、それどころか、日韓戦の最中に全く違った話題で盛り上がってたそうだぜ。え、そうなの？意外ね。でも詳しく聞きたいわ。よしじゃあ今回は、韓国で日韓戦より盛り上がった話題とは？について紹介するぜ。あと説明の最後に韓国人たちの反応を紹介するので、最後まで見てくれると嬉しいです。このチャンネルでは、日本では報道されない韓国ニュースを、現在チャンネル改善中で2日に一度16時から18時の間に投稿しています。チャンネル登録していただけますと、励みになりますのでよろしくお願いいたしますだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず今回のアジア大会のサッカー日本代表のチームなんだが、本来このアジア大会はオリンピックと同じく、23歳以下のメンバーにオーバーエイジ枠3人という年齢制限があったんだが、今回の杭州大会が新型コロナウイルスの影響で、1年開催が延期になったことで、東京五輪同様に24歳以下のメンバーにオーバーエイジ枠3人と変更されたんだ。そうだったのね。だから他の国はアンダー24プラスオーバーエイジで構成されたチームで大会に臨んだんだが、それでも日本はいつも通りパリ五輪を目指すアンダー22日本代表メンバーを派遣して、さらにオーバーエイジ枠を使わないチーム編成だったんだ。しかもアンダー23アジアカップ予選パリ五輪アジア1次予選の開催直後ということもあって、本来のメンバーではなく、大学生10人を含む別編成で参加していたんだ。だから韓国ではこの状況を見て、日本はアンダー22の B チームで参加。事実上アンダー22の2軍だ。と言われていたんだ。なるほどね。じゃあ今回の日韓戦は、22歳以下対24歳以下プラスオーバーエイジの戦いだったのね。そういうことだな。しかも韓国はプロチームの選抜メンバーだから、日本チームに西川松岡松村なんてプロ選手もいたが、大学生の多いチームだったことは否定できないよな。だから韓国では試合の時に、日本の2軍レベルの相手に何をやっているんだ、先制点を入れられてんじゃねえよ。とか、高田ボール遊びが上手いくらいで兵役免除できる制度なんてなくしてしまえ。とか、さらには、どうせなら日本に負けて軍隊行きになってほしい。なんて日本を応援する声まであったそうだぜ。あらあら思ったより冷ややかな反応ね。そうだな。韓国メディアが報道するほどに、韓国内は熱くはなってなかったってことだな。それどころか、日韓戦で韓国が逆転した時に韓国の SNS では、逆転よりも盛り上がった話題があったんだ。来たわ、一体何だったのかしら？それが日本選手の西川純選手だぜ。ん？ちょっと何を言ってるかわからないわ。なんで韓国が逆転して喜んでるはずの時に、日本の選手の話題で盛り上がってるのよ？霊夢、それがあり得るのが韓国なんだぜ。この西川純選手はサガン鳥栖所属の21歳ミッドフィルダーで、今大会の日本の10番を任せられた選手で、2018年のアジアカップアンダー16に参加して MVP を受賞、高校時代は3回も優秀選手として表彰もされていて、2022年にはサガン鳥栖サポーターが選ぶ10月の MVP にも選ばれたことがあるんだ。日本代表としてはアンダー15から毎年のように、代表入りを果たしていたんだぜ。へぇ、すごい選手ね。でも韓国で騒がれる理由がわからないわね。本当にわからないか？西川選手の顔をよく見るんだ。イケメンだわ。まさかイケメンだからってことはないわよね？そのまさかだぜ。韓国が日本に逆転して盛り上がってる時よ。そんな時に西川選手がイケメンだからって、逆転より盛り上がるなんてことがあるの？それがあり得るのが韓国なんだぜ。韓国の SNS では、韓国では、サッカー金メダルや、サッカー日韓戦というキーワードと一緒に、遠くから見てもイケメン、アイドルみたい、日本の10番、名前は？なんてワードがトレンド入りしてたんだ。呆れて物が言えないわね。まあ、韓国では外見はめちゃくちゃ重要だからな。そうね。就職のために整形をしたり、親が子供の誕生日プレゼントに整形手術代を出すなんてことが普通にあるのよね。だからって、
ただ韓国の西川潤選手熱はここで終わらなかったんだ。なんとわざわざ西川選手のインスタグラムを探し出して、あなたのアカウントを探してインスタまで来ました。なんてコメントまであったらしいぜ。もはやストーカーね。紹介されてる記事はここまでだったんだが、ここからは私がそのインスタに書いてあった韓国語の内容を紹介するぜ。10番のイケメンはあなただったのね。かっこいいわ。試合かっこよかったです。さらなる活躍を応援しています。一部変なコメントに傷つかないでください。韓国の男たちが極めて個人的な意見を言ってるだけです。お願い、韓国に来て。わあ、私だけが知ってる選手だったのに涙。やっぱり韓国人の目に留まったわね。韓国に帰化して男子の外見レベルを上げてください。韓国人男子は劣等感を出すのをやめてください。私も彼氏とサッカー見てて、かっこいいからコメントを書きました。愛してる。ぜひ韓国リーグに来てください。あなたが走ってる姿を見たいです。霊夢、しっかりしろ。は、ちょっとコメントがヤバすぎて意識を失ってたわ。気持ちはわかるぜ。でもこの一部変なコメントってどういう意味かしら？ああ、これか。言葉そのままで韓国の男たちが劣等感に駆られて、全然かっこよくないとか、気分が悪くなるコメントを書いてたみたいだ。なるほどね。しかし女性がインスタを探しに来るのはまだわかるけど、劣等感に駆られて西川選手のアカウントを探して、変なコメントを書くって、それにしても韓国の女性たちは、日韓戦よりも西川選手に夢中だったのね。まあ、西川選手のインスタのコメント欄を見たら、韓国語だけじゃなくいろんな言語があったけどな。国際的なイケメンだったのね。まあ、このコメントも面白かったけど、この記事を見た韓国人たちの反応もなかなかだったぜ。気になるわね。それじゃあ、このニュースを聞いた韓国人たちの反応を紹介するぜ。おいおい、韓日戦で日本の選手に熱出してんなよ。この記事書いたやつ、日本からお金でももらってんのか。韓国女子ども、恥ずかしいということを知らないのか。日本人はパスだ、日本スタイル反対。外見は韓国の趣味ではないはずなのに涙。まあ日本人みたいな顔つきだな。ペクスンホの方がかっこいい。何が花男子西川だ、花より韓国男子だ。ふらついてる韓国女子がサッカーを見たと、小説でも読んでろ。この外見至上主義者たちめ。女子ども、いつもからいばりばっかしやがって、そうやって日本でいい対応を受けようってのか。そういうコメントを書きに行く奴らは、だいたい〇〇〇〇だって相場が決まってんだよ。西川よりもかっこいい韓国人はいっぱいいるぞ。周りをよく見ろ。こんな感じだったぜ。あらあら、嫉妬心の塊のようなコメントばっかりね。ああ、それこそ韓国の女性たちが言ってる、劣等感っていう言葉がよく似合うほどの内容だよな。まあ、この韓国語の記事でも、かっこいいとか、韓国に来てみたいなコメントの方が多かったけどな。そんな雰囲気の中で日本作業頑張った韓国人男子って笑い、皆さんはどう思いましたか？皆さんの感想をコメント欄で教えていただけると、嬉しいです。面白かった、ためになったという方がいましたら、チャンネル登録・高評価いただけますと励みになります。ご視聴ありがとうございました。